これより今年度最終特別試験を始める。各クラス提出した10種目の中から5種目を選択し、決定ボタンを押すように。私はあなたと戦う日を待ち望んでいました。運命としてそれは決まっていたんです。運命か、ずいぶん抽象的なことを言うんだな。乙女ですから。せっかく大活躍で C クラスに上がったのに、相手が坂柳さんなんて。綾野浩二君かわいそう。先生同情しちゃう。市場は挟まないように。すみません。では1戦目の種目を決定する。普通ならお手柔らかにと申し上げるところですが、全力で向かってきてくださいね。あえてエースの須藤君を温存する作戦ですね。この種目の司令塔ルールは、任意のタイミングでメンバーを一人だけ入れ替えてもよいですか。でも須藤君抜きでも戦えてるじゃん。変ね、手応えがなさすぎる。司令塔ルールを使用。選手交代、本堂良太郎に代わり須藤健。やはりこの程度の策は見抜きますか。そうでなくては。どうした、俺みたいな素人に手も足も出ないか。てめえ、バスケ経験者だな。さっきまで手抜いてやがったな。いや、お前が弱いだけだ。さっけんなてめえ。精神的に揺さぶりをかければ須藤君は崩れる。いかに技術が優れていても、心が未熟であれば。未熟？それはいつの情報だ？お前が出てきたら逆転されたぞ、バスケ部。だと？なめんな！単細胞が。カジ！まだ時間はあるよ。池と須藤、息ぴったりだな。勝者 C クラス。よっしゃー、やったぜみんな。なるほど、彼も成長していたということですか。よくやってくれたねみんな。 A クラスに勝てたぞ。とはいえ須藤君という強力なカードを早々に切らされたわ。